クミです。皆様こんばんは。実はですね、リーマンパパ弁当の朝ではないんですよ。実は夜なんです。というのはですね、去年の暮れに、箱崎社長スタッフのお母様からお歳暮いただきまして、そのご紹介が何日できてない？半月以上できてなくってですね、すんごいものいただきまして、なんと高島屋の箱に、本当にこのぐらい大きい、こう本当にこれ大げさじゃなくて、こんなもんに入ってきまして、でなおかつごそ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 してまして、何が入ってるのーっていうことですね。はい、じゃあもうお見せしちゃいましょう。はい、せーの、持てるかな、せーの、うーわーなんだと思います、これ。これ 3.5 キロのハムでございます。これいただきまして、でこれね、開けちゃうとこので小分けして、で冷凍にした方がいいって書いてあるんですよ。まあこれから家族が風邪ひいたり、まあいろいろありまして、で今ですね、リーマンパパが帰ってきて子供たちに夕飯あげてくれてるんですけど、まだコン吉くんです。たまにコンって出ちゃうかもしれないんですけど、ご勘弁くださいませ。マスクちゃんと二重にはみ取りますので、すいません。もうね、あ、そう、これね、これからね、ちょっと切るところを動画に収めようかなと思いました。もうせっかくも箱崎社長のお母様がね送ってくださって、あら、ハムどうしちゃったのかしら。私いつもねハムが大好きで毎年送ってくれてたんですよ。それなんですが、なんだろう、こんな大きなハム一人で食べてたんですよ。あ、コンキチくん、コンキチくん、コンキチくんじゃなくて、コンキチくんの前のエヘムシちゃんが、はい、大丈夫、はい、あ、大丈夫です、はい、でね、それで、あ、喋んない方がいいよ、コンキチくんになるから。それでこれね、あら、どうしちゃったのかしらと思ってると思ってるんですが、これね、実はね、結構持つんですよ。16? あ、タンパク質が16か。タンパク質じゃなくて、2月まで持つっていうことで、でももうね、我慢しきれなくて、いよいよ。でね、これね、朝解体しようと思ってたんですけど、もう朝お弁当でわしゃ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 していて、 なおかつまだコン吉くん、コン吉さんがいらっしゃるので、動画を回すにはちょっとまあ忍びないということで、もう今日結婚いたします。はい、トカチ骨付きハムって、これがね、これが切り方がね書いてあるんですよ。これこれこれ、ちょっとこういうのちょっと苦手な、まあハムですからね、ハムですけど、こうこんな感じでね、切り方が、まず待ってくださいよ、まずですね、この向きこうだから、こうだ、こっちがこうなって、こうなって、やつをここからまずこの部位を切るらしいです。この部位を切って、こことここを離す、そしたら今度ね、ここを切る、そしたら今度そのこの部位のここら辺を切る、そしてここら辺を切る、そしてこれね、自己流でいきます。難しそうなんだもん。だって骨に沿ってさ、骨についたブロックを、写真6の部分を、なんだろう、こんな風に、こんな、いや、これは難しいわ。ということで、どこの部位が脂が多くて、どこの部位がちょっと赤身なのかなっていうのは私もよく分かっていないので、じゃあこれをですね、今ここを消毒しましたので、やっていきます。とりあえず、
この辺を指圧じゃないっていうのは、あのセラピストだから、あの人間はね、人間の骨とかあの、あの筋肉とかは分かって、あ ここだな、ここはあの背骨だなとかね、いろいろ分かるんですけど、ちょっと鳥さんはね、あのなかなかこう触ったことがないので、じゃあちょっと待ってくださいね。これをですね、じゃあここがもう消毒、もう一回消毒して、ここにラップ引く、あこれはラップか、ラップを引いて、まあ、手袋しましょう。まずね、まず手袋、あ長い間クーミンチャンネル本当お休みしております。これが果たして流せる動画になるのか、コンキチ君が登場するのか、そう何を言おうかと言う、あのね、昨日今朝から、あの動画を回してる今朝から、パパがあの喉の薬とか飲むのをやめ、調子が良くなってきたんで、あのやめるって言ってたんですよ。あでもね、もう調子良ければほら自然に治癒するので、あちょっとペーパータオル取ります。治癒するのでね、あんまり長い間薬飲むのも良くないしと思ってたんですよ。可愛いでしょこれ可愛いでしょ、はいと思っていたんですが、なんと夕飯ね、私朝作って残り物自分で食べたりとかするので、あのパパ何か食べたいものあったら買ってきてっていうふうに言うんですよ。そうしたらね、冷凍のおうどん買ってきたって言うんですよ。そこまではいいんですよ。何買ってきたと思います？なんか辛いうどん、なんか辛いっていう文字が、もうね、濃度をコンキチ君の時に刺激物食べたらどうなるのって私言ったパパ今日夜何食べるの？チゲうどん買ってきましたけど、はい縮こまってる食べないかもしれません。あ、ママに言われて、でもさ、今日から薬やめて、だよパパ、はい、それでまだコンキチ君がほら AMC があるのに激辛食べてどうなると思う？そこまでね、辛くないですよ、言い訳自分で言った、言い訳自分で言ったね。ちょっとマスクしますね、ちょっと早いかもしれないですね、ちょっと手を洗って、さあさばいてきますよ。でね、私ね、サラダでねサイコロにしてキュウリと食べるの大好きなんですよ。なもんでサイコロと、あとチャーハン用に細かく切ったのと、あと薄く私が切れるかどうかが問題ですよね。これね、薄く切れるかがどうかが、あの春雨サラダをこれからちょっと作りたいんです。今日の夜はポテトサラダも作りたいし、もうハムはね、もう大喜びと言いつつも、ラップをちょっと引いてみる。無駄な抵抗かもしれないけど、 3.5キロ、うわ 3.5キロ、先代の子たちと同じ体重だわね。で小分けにして、ほらコンキチ君出てるよコンキチ君出てるのにチゲを食べるらしい。それでもうね、ほっときますもんもう介護しない、もう散々介護したから、もうみんなの、みんな健康管理は自身でお願いします。
ということで、まずハサミですね。ビニールを切りましょう。もうこれが食べたくて食べたくて、いつ解体しようかと思って。ちょっと下げますかね、今ね。ご挨拶する、ちょっと触りますね。ガサっていうかもう、よいしょ。はい、やー、入りきれないですね。すごいですね。パパのコンキチ君が収まらずに、チゲ食べるらしいですよ収まらないので、一回ね、整体をね、キャンセルさせていただいてね。で、体調悪いお父さん置いてもしょうがないし、子供たちね、お母さんはお父さん の、フォローで大変なのに、子供たち面倒見てもらうわけにいかないし、もうずっとここにねおります、私は。でも、もうそろそろ、ハムのいい香りがする。こんな時に途中で動画が止まりませんように。ここのとこ動画回してないから容量は余ってると思うんですけど、わあ、これはちょっと想像以上にすごいぞ。まあ、同居生活はですね、義父母と同居生活はですね、まあいろいろありますけれども、私が去年椎間板やった時に、まあここにね、介助ベッドを置いちゃったりとかして、一緒に食事しなくなったところから、私が電子レンジプレゼントしたり、小さな冷蔵庫プレゼントしたりして、まあ狭いマンションなんですけど、2世帯住宅みたいになってきて、でここへ来て、やっぱりお父さんが風邪ひいたじゃないですか。でそうするとまた別々になってみたいな感じで、あんまりここのとこコミュニケーションしてないんだよね。え、ここのとこお父さんとお母さんとあんまりコミュニケーションしてないんだよね。そうですね。まあお父さんとお母さん今お散歩行ってるんですよ。お散歩行って、なんか多分おいしいもの食べてくると思うんですけど、夜は、うん、まあお父さんね、のんき。まあね、もうね、パパがね、うん、夜眠れなくて、なんだろう、声が出ちゃうの。ああ、うわ、ああって、でこれ苦しいのって言うと寝てたりとかする。とか言っちゃってね、なんかわめいてんの。あ、そう。あ、そう。ちゃんと証拠動画撮ってありますよそれがね、咳でもないし、なんかね、うなされてんのかなと思ったら、なんか喉の変虫で声が出ちゃうとか、なんか不思議なこと言っていて、ね、と咳が出る前になんか声が出る、ね、なんか咳が出る前に声が出るって意味が、もうとにかくパパはどこが体調悪いのとか、どこが痛いのとか言っても、わからない、なんとなくって言ってね、本当にわからないの。もうね、お医者さんよくパパ診断できると思うわ。でね、ちょっと待ってね。お、どうした？お、どうした？うん、あ、大丈夫。大丈夫。うん、しっかり食べましたよね。しっかり食べました？うん。ちょっと待って。ね、コナさんもスープ飲んで。スープ飲んで。まあ、リブドックありがたい。いや、今度、いや、もうね、泣ける話が、私がこの動画の中で、リブドックを子供たちがそれしか食べなくて、ささみのスープで楽くしたりとかするんですけれど、まあそれでね、サーバーがちょっとになってくると、ちょっとね、不安になってくるけど、ああ来てよかったなんていうのをね、もう喋ってしまったら、その動画をね、ご覧いただいたみたいなんですよ、スポンサーさんが。まあそしたらね、すぐ送ってくれて、来月からは一袋増やしますねなんて言ってくれちゃって、まあお菓子は入ってるわね、もうね、
なんだろう、その温かさに涙がちょちょ切れましたね。はい、っていうかこれ見てもわかんないと思う、多分これ。じゃあもうこれはね、多分絵から行くとここら辺、でもここら辺に骨がありそうな気がするんだけど、こう来てだいたいこのぐらい。じゃあちょっと、まず初めはここ、そしてあ、ここ油っぽいよ。ちょっとこれ印つけたところ、ちょっとここら辺で、うん、いい香りだこれは。こっから始まってここら辺、ここら辺、なんかセラピストの手つきがどうしても出るな。そして3分の2のここら辺を目指せばいいか。じゃあ行きまーす。うわ、もう骨に当たった。ちょっと待って、もうちょっと下だ、ここか。あ、まだ骨に当たる。どういうこと、え、どういうこと、ここら辺、え、まだ骨に当たるんだけど、ここの辺、あ、ここにはもう骨があるんだ。あ、持っていけばよかった。これこれすごく切れる包丁なので、これって素朴なちょっとおバカな質問、なんか疑問なんですけど、ま、あ、ここにも骨があった。丸いハムにするにはここからどうやって丸くすんの？まあこれ見た時びっくりしましたよ。これはムクチンなんね、これ。解体はなかなか難しい。これはもう自己流でやらせていただこう。これだって切れないもん、当たっちゃって。お肉屋さん行って来てもらえばよかったかな。なんかくずみたいに出るけど、それもまたサラダに入れて、これ薄くまず切ろう。ここら辺に骨があるだろうところを省いて、全部ここを切り取るというのは諦めて、ここは下まで入ってるんだよな。これ早くしないと常温で、部屋ストーブついてないよね、ストーブというか電気ストーブというか暖と、うん、これ春雨サラダまで行くんだろうか。
で鳥って手でこう裂けるじゃないですか。だからある程度包丁入れたら、うわー、本当はここが全部切り取られるはずが、うわー、マグロみたい。ありえる？ありえるよこれ。これ冷凍にするってどうしたらいいんだろうね。待って、これが骨ってことは意外と、意外と思ったよりもこんな感じ。うわうわ、本当はこれがくっついて部位が切れるはずだったのがこうですね。こう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 、これ素早くやらないと。これ骨の周りはもう本当にむしゃぶりつくみたいな。ちょっとパパに味見。パパこれ、はい、真ん中のところ、あらすごい、ね、ロースだのなんだのってもうわからない状態だよね。すごいね。これ骨を探し出す。あ、これだ。うん、ハムの味です。美味しいハムの味。なんかあのハムに見えないじゃないですか。それ、ああそういうこと。うん。ハムなんだけど、この細かいところを今サラダに入れちゃおう。味がちゃんと、なんだろう、すごい染み込んでるハムの味です。美味しい。ほんと、うん、これバットに分ければよかったかな。これあのプロの人見たらもう何やってんのってことなんだろうな。すいません、許してください。本当に許してください。ちょっとブロックに分けていきます。こうやってこの油のところは油のところで、久々の動画がハム買いたい。これすっごい濃い動画になりましたが、この幸せをどう分けるかですね。これどこがロースなのかどこが何なのかがもう分からない状態になってますね、これね。ちゃんと説明書に書いてあるんですか？書いてあるんだけど、うん、その通りに地形通りに、うん、あのほら骨の位置が違ったりするのよ、うん、あ、もうここで骨に引っかかってるでしょ、うんうん、もうここまで来たら細かくいこう。なんかここで切るってなんか書いてあったね。あら、すごいね。すごいねこれ。これ。これ。これ切れる包丁でもどちらにしても骨のところは私には。ね、こんなにさ、うん、ハムをさ、うん、食べたことないよね。まあな、そうですね。これはすごい体験だよね。うん、それがですね、あの、ああ、お安い油のとこでよかった。お安いスーパーにももちろんこんなのないし、うん、でパパの、味が私の好きなヤオコーさんに
あのパパの好きなものが売っていて必ず買ってきてっていうのがあるんですよ。何かというとハムカツ。ハムカツ、ここになんか紐があった。ハムカツ買ってきてっていうからハムカツ作ってやろうと思って、それもあの薄いのを重ねるんじゃなくて、ここまで来たらどっぷりと。もう私にはこういう切り方しかできない。うん、でもサイコロと細かいのとチャーハンにも入れたいじゃん。ああそうですね。ねえ、なんで、うん、切り方を変えて、うん、あとはもう削ぎ落としだな。え、削ぎ落としもできないの？ちょっと細かくはなっちゃうけど、うん、いやーこれプロの人見てたら怒られる。まあでもめったにこれ、いや生涯でこれが最初で最後でしょう。うん、やんないですもんね。やらないよね。うん、家庭ではこれ 3.5 キロ食べてはるわ。ここは油のロースのところだ。うわ、油が乗ってる。ほんとマグロみたいですね。マグロみたいだよね。あ、ここはもものちょっと肉が締まったところ。これちょっと今日のサラダにしよう。 なんか私デジャブだな。なんかこんな夢見たことあるな。あ、これ軟骨だ。あ、ここら辺ちょっと赤身のところっぽい。骨すらも取れない。こういう細かいの全部今春雨サラダに入れますからね。ちょっと後ろ向きですいません。どうしたらいいの？あ、ここ柔らかい。そんなこんな綺麗に1、2ブロックにして3ブロックにして4ブロックにして細かく切っていく。いやー私にはもうこれ何ブロック、これ何ブロックじゃん。もうここに骨があるもんね。もうここに骨がある。はい、わかりました。この後はですね、あのこれをもうこそげて骨の髄まで。あ、ここ美味しそう。なんかちょっと筋肉っぽい感じの骨の髄まで。ここがちょっと赤身、ここがロース、ここがロース、そして私の好きな脂身。はい、じゃあこれをですね、あの春雨サラダに今日は変身させたいと思います。ちょっと一旦これすごい時間かかりそうだ。今日もファンデーション塗っていないノーメイクでお届けしております。まあなんやかんや私はいつも通りああだこうだと、今吉なのに辛いものを食べるのかとかいろいろ
ぐてぐて言いながら、これが、はい、ちょっと赤みっぽいところ、なんかこう砂肝みたいな硬さ弾力があります。いただきます。うましろ、うましろ、すいません、ちょっとコンケチ君がたまにコンケチ君しますけど、すいません。うん、そしてこれちょっとロースっぽいところ、うんうん、ここら辺めちゃうま、これめちゃうま、これは明日ハムカツだな、ここら辺ハムカツ、この脂身美味しいんですよ。大トロ、私の宝の山、これからちょっと手早くね、温まらないうちにさささっとやって冷凍にしたいと思います。もう春雨まで行こうと思いましたけども、今日はクミチャンネル、10時配信の動画久々ということで、このぐらいですみません。いやー、これじゃあまたもう少し、コンキチ君かかると思いますけれども、すいません、本当ね、いろいろコメントいただきましてありがとうございます。ありがとうございます、ご心配すいません、本当ね、もうちょいであんまり喋るとコンキチ君になるので、はい、ということで、今週末はちょっと私は鹿児島行ったりとか、来週も講演会、そしてテレビの収録がございますので、私は復活ということで頑張りたいと思いますけれども、ちょっとね、朝のドタバタしてる時にあまりにもね、コンキチ君が出没すると皆様に申し訳ないので、パパパッと15分ぐらいでお弁当作って持たせてる状態でございます。まあ国民権今年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、すごいね、これから春雨サラダ作ります。皆様もハッピーラッキーで、じゃあねー。